急に帰ってくること思った。うん、なんで毎回キュンキュンさせるの？さあ始まりました、少量チャンネルのりょうです。はい、今回はですね、翔ちゃんにサプライズを仕掛けたいと思います。実はですね、僕は仕事の関係でちょっと2日間ほど出張に行ってたんですけれども、本当は2日目夜遅くに帰る予定だったんですけれども、急遽朝一の電車で帰ってくることになりました。で、翔ちゃんはですね、まだ夜まで仕事で帰ってこないって思ってるんですけれども、家に帰ってきたらまだ爆睡してたので、急遽このカメラを撮ってですね、撮影をしています。今回のサプライズは、いないと思ってた僕が朝急に家にいたらどうなるか、ちょっとやっていきたいと思います。今回はドッキリが続いているので、ドッキリではなくてサプライズなので、そこはよろしくお願いします。終了。起こしてみたいと思います。サプライズ。翔ちゃん、翔ちゃん、おはよう。なんでいるの？急に帰ってくること思った。なんでいるの？急にね、帰れることになった。そうなの？そうなんだ。そう。なんで毎回キュンキュンさせるの？キュンキュンすんの？あ、できました。おかえり。いや、本当はさ、今日の夜帰る予定だったじゃん。いや、もうこっちの、なんていうの、仕事ができて、もう朝一で帰るってことになったの。ああ、そっかそっか。お疲れ様でした。はい。寂しかった？かったよ。本当？うん。嬉しい？先生してたんじゃないの？先生してたんじゃないの？してない。びっくりした？した。言うてさしてる。いいよ。お疲れ様でした。でもよかった、なんか早く帰ってこれたから。めっちゃ汗かいてる。汗かいてるね。かわいいよ。俺も一緒に寝たいけど。エクシャワービチェおいでよ。どうしようかな。でもその前に、翔ちゃんにお知らせしないといけないことがあるんだよね。何？もう慣れました。今回はね、サプライズだから。サプライズ。嬉しい、嬉しいな。はい、というわけで、はい、今回の動画なんですけれども、はい、大丈夫大丈夫。出張に、まあ行ってて、夜に帰ってくるって、なってたのに、まあ朝帰れることになって、いないと思ってた彼氏が急に朝いたら、
嬉しいっていうサプライズドッキリじゃないサプライズ嬉しかったです。やってみました。嬉しい、ありがとう。じゃあもともとね置いてあるからね、あ電源入れるだけで、うん、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。こういうサプライズをしてもらいたいという方は、高評価のボタンと、うん、お腹すいたなって人はチャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトクもお願いします。ではまた。お腹すいたもん。お腹すいた。